皆さんこんにちは、スプレアというのベロちゃんとアメちゃんです。アルミンです。はい、ということで今日は今日はベロちゃんとアルミンちゃんのメキシコ料理の教室です。イエーイ。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。アルミンの声ってそんな声だっけ？違うよ、可愛い声だけど私できない、マミできない。あ、やめる、やめたあ、巨人ごっこすんのかと思った。今日はね、なんかラーメンです。ラーメン、ラーメンだけどさ、まあラーメンは日本じゃん。日本だけど、まあ普通のラーメンを使って使ってちょっとメキシコっぽく、メキシコ風ラーメン、メキシカンラーメン、オッケーをちょっと作りたいと思います。ちなみに初めてです。梅、はい、ちゃん食べる専門で、食べる専門、じゃあ作ったら食べてください。はい、おいこれ何作るんだよ。え、そんなことはないでしょ。まあでも今日はベラ先生、今日は何作るんですか？あー、かわいいです。はい、じゃあラーメンね、ちょっと買い物を。はい、買い物したの見せて。はい、ラーメン、これ韓国じゃねえかよ、超辛いやつじゃねえかよ。まあそれは多分、ちょ、待って、まあいいや、ちょっと一回見てみよう。一回見てみよう、何？あとは、うん、トルティーヤチップス。トルティーヤチップス、これどこでも買える、どこでも、まあまあ、まあ、トルティーヤチップス、はい、辛ラーメン、もうみんな知ってるね。もう多分辛ラーメンだけで辛いからね。はい、あ、そう、裂けるチーズ、ラーメンに裂けるチーズ、チリー、え、頭いかれてんの？え、多分これ辛くないと思う。いや、めっちゃ辛いよこれ。本当に？え、これめっちゃ辛い？マジ？うん、いや、まあそれでもこれ予備で、チキン、なんだっけ、サラダチキンです。クリームチーズです。クリームチーズ、そして牛乳。なんでだよ。え、なんでだよ。いやいや、ちょっと水の代わりかな。いや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 、え、どうも、え、水の代わりに使うのこれ？違う違う。アボカドアボカド混ぜたら絶対まずいと。まずいと思う。これはもう何に使うのかマジでわかんない。本当に？わかる？もちろんわかる。え、これをラーメンに何？え、わかんない。あ、もう料理しないじゃん。チーズは、いや、こっちがなんか強すぎて。え、まあ、いや、ちょっと見てみよう、ベロちゃんの。やってみましょう。いや、作りましょう。オッケー。クリームチーズ、クリームチーズね。おお、入れるね。結構入れたね。4分の 1? 4分の1。あ、もうなんとなくやってんのね。なんとなくね。あ、もうなんか説明しないよ、何グラム入れますとか。あ、ないないない、ないの、ない、もう大体、大体こんな感じじゃないもんね、ちょっと。あ、ドロドロ。おお、次はこれ、鶏肉、こんな感じです。はい、こんな感じ、わかるかな。もうね、全然どうなるか全く想像できない。本当に？うん、そうなの。裂けるチーズ、これメキシコでなんか似てるチーズがあるだけど、どんだけ似てるのか。まあ同じ感じで使う。まあじゃあチーズもこんな感じです。子供切ります。こんな形で見えるかな、こんな形で切る。こんな感じです。本当に辛いのかな、わからない。カレーよ、それマジで。本当に？うん。じゃあ、あと2分なので、チリちょっと入れる。このチリ、あ、いいじゃん、いい匂い。今チリの匂い、今匂いがちょっと変わった。いや、やばいって。うん、じゃねえよ。全然辛いの匂いがしない。ちょっとやめろ、俺食べないよ。食べるよね、最初これね。最初にこれちょっとね入れて、そしたらクリーム、美味しそうに見えるよね。
美味しそうには見える。でも鼻痛いよ俺。鼻痛いの？うん。まあじゃあこんな感じです。はい、ありました。あ、でも美味しそう。見た目めっちゃ美味しそう。見た目は美味しそうだね。うん。まあじゃあこれはメキシカンラーメン、私初めてを作る、だから私も食べたことはない。オッケー、じゃあ食ってみようか。ちょっと食べてみよう。あー無理無理無理。え、やばいやばいやばい。嘘だー。待って待って、アボカド、アボカド今大げさだよね。あ、何これ何これ、クリーム、うわ、なんだこれ。チーズとクリームとチリも入ってる。そうそうそう。え、これじゃあこのアボカドのね。そうそうそう。え、俺一口は食うけど、うん、無理だよこれ、一口しか。いきます。どうぞー。どうにドッキリの動画じゃないよ。もう顔がやばい。なんて言えばいい。やばい、こうやって。え？ちょっと、ちょっと食べるね。お腹痛い、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 お腹痛い。やばいじゃん。もしかしたら私も、あ、辛辛辛。嘘。そんなに？いただきまーす。めっちゃ美味しいじゃん。美味しいじゃん。めっちゃ美味しいけど。どう？本当バカじゃない？バカじゃない？美味しい。チーズとクリームとアボカド。最高。あー痛い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 。まだ痛いまだ痛い。まだ痛い。今わかった。なんか多分普通は食べ物は辛いじゃん、メキシコとか。でもクリーム、チーズ、アボカドを乗せるとそんなに辛くない。ドッキリ？ドッキリじゃないよ。普通の料理。メキシカスタイルに作ろうと。だから辛いのダメな人はダメだって。辛ラーメンで辛いからね。辛ラーメン辛い。辛ラーメン辛くないと思う人は多いのかもしれない。まあということで皆さん、なんかこれはドッキリの動画じゃなかったけど、まあドッキリみたいな動画になった。皆さん、メキシコ人と結婚しようと考えている人は辛いの大丈夫な人をおすすめします、うん、辛いのダメな人は多分手料理は全部食べれないと思ってください、うん、ということで、まあ、この動画いいなと思ったらチャンネル登録とコメントと高評価、まあ、よろしくお願いします。お願いします。アディオス、またねー、アミゴス、バイバイ。